お前浮気してるだろ。は？何急に。だからしてるんだろって。いきなりわけわかんないんですけど。ごまかすなよ。別居後に急に LINE してきて、第一声がそれ？この浮気女め。ちょ、話聞きなさいよ。本気でわけわからないんだけど。しらを切る気か。本当に薄汚い女だな。俺、お前と離婚するから。それはわかってるわよ。だからこれからお互い時間取って協議しようってそういう話だったじゃない。ところで俺、共同名義の口座から金を抜かせてもらったんで、そういうことでよろしく。金抜いたって、いくら抜いたのよ。300万円。あれはうちの両親が、もしもの時のためにってくれたお金じゃないの。でも共同名義の口座だし、実質夫婦のものだろ。俺たちまだ離婚してないし。こんな時だけ夫婦扱い？言われなくても離婚はするわよ。でもあなたにはお金は渡さない。いいか、お前は俺に隠れて浮気した。離婚するにしても、お前の方が有責なんだよ。だから共同口座の300万円、あれ、慰謝料として先にいただくことにしたから。めちゃくちゃだわ。言っただろ、こっちには証拠があるって。なら見せなさいよ、その証拠。何これ。覚え、あるだろ。いつこんなの取ったのよ。気持ち悪い男ね。はい、俺の勝ち。300万も俺のもの。有責はお前ね。こんな男とホテルになんて行ってないわよ。帰り道一緒だからって歩いていたら、急にホテル引き込まれそうになったけど、断じて入ってないわよ。ああ、虚しいな。28の時から17年も連れ添ってきて、最後は嫁の浮気で終わるなんて、俺の人生何だったんだ。だから、まあでも考えてみれば、お前なんかと連れ添ってあげた俺に感謝してほしいくらいだけどね。残飯処理に300万なら、安い方だろ。残飯処理？どういうこと？子供も産まないお前が残飯じゃないって。病院じゃあなたにも問題があるって言ってたじゃない。いや、お前のが腐ってただけだね。こういうのは女が悪いって相場が決まってんだよ。だいたいてめえが毎日ゴロゴロしてっからブクブク太って子供できないんだよ。痩せろ豚。男にも食い物にもブヒブヒ言いやがって。それだけじゃない。帰ってきても飯も作らず、出来合い物をただ放り投げるだけ。そんなのが嫁と言えるのか。男と暮らしてるようなもんだろ。私だって働いてるのよ。家事は分担しようって言ったのあなたじゃないの。俺は課長に昇進した。お前は平のまま。平が飯を調達するのは当たり前の話だろ。私だってもう少しで昇進するわよ。無理無理。お前仕事だって満足にできねえじゃん。お前の分まで仕事をカバーしなきゃならない、こっちの身にもなってみろよ。カバーしてくれなんて頼んでないじゃない。上司が言ってたぜ。お前の嫁さ、ブスな上に仕事でも使えないって。だからさ、俺はそんなお前を哀れに思ってこれまで離婚せずにいてやったわけ。お慈悲をかけてたってわけ。そうそう、慈悲ね、慈悲。だってお前その年で一人になったら行くとこないだろ。だから残飯女だけど、かろうじて哀れんでやってたわけ。でもこんな別居状態いつまでも続けててもな。もうさ、お互いすっきりした方がよくね。言われなくても、言われなくても離婚はちゃんとしてあげるわよ。私は夫との LINE を終えると、悶々とした夜を過ごした。悔しくて悔しくて、その晩はうまく眠れなかった。しばらくは夫と LINE するのさえうんざりだった。数日後。あ、そういえば。なんだよ。この前言ってた共同口座の300万きっちり返してもらうから。それどころか、あなたは私に新たなお金を払う立場になる。覚悟しててね。は？なんだよ急に。お前慰謝料を払う際の条件知らないの？条件？浮気したのはお前。すると妻側の有責になるから、お前が慰謝料を払う側になるんだよ。300万円な。なんだよ。あなたって相変わらずバカだなと思って。何が？こっちは証拠持ってんだよ。お前が男とホテルに入っていく写真をね。俺が慰謝料をもらう立場なの。あなたに60万を払うお金があったなんてね。60万？私には旅行の一つも連れて行ってくれなかったくせに、見知らぬ業者にはあっさり払うのね、60万円も。あ？その写真の男性、あなたが60万で雇ったの知ってるのよ、私。何？わけわからないこと言ってるんだよ。
仕事帰りによく行くバーでね、話しかけてきたのよ、その男が。最初はナンパかなと思ったんだけど、やたらホテルへ行こうってせかすから、なんか裏があるだろうなと思ったのよね。だから疑いながらもあえてついて行ってみたのよ。裏？別れさせ屋って知ってる？離婚の慰謝料を払いたくない夫が妻の不貞をでっち上げるためによく使う手なんですってね。それがどうしたんだよ。あなたは60万円であの男を雇った。だから私は倍の120万であの男の情報を買ったのよ。な、120万払うって言ったらあの男あっさり寝返ったわよ。何バカなことを。会社の新入社員と結婚したい、でも離婚の慰謝料は払いたくない、妻の不貞をでっち上げてくれ、そう依頼したんですって。いや、それは業者の男が私をホテルへ誘い、その瞬間を業者の相棒がパシャリ。よくできた計画よね。こうして不貞がでっち上げられる。でもおあいにくさま、私はそこまで不死だらな女じゃないのよね。証拠はあるのかよ、証拠は。別れさせ屋の男に全て白状させて、その現実も全部スマホの動画に撮影してあるわよ。当然じゃない。知らない、俺は知らない。それになんだよ120万、お前のどこにそんな金があるってんだよ。うちの実家そこそこお金あるのよ。知らなかったの？不動産だって2つ持ってるしね。親に相談したら、うちの娘を悲しませるやつは許さんって言ってね、喜んで協力してくれたわ。120万円一括でポーンとね。そんな金あるなら別にいいだろ、300万くらい。あら、新入社員とできてることは否定しないのね。いや、あれはあっちが一方的にだな。一方的？へえ。あなたたちが会社でしてた会話、動画にバッチリ収めてあるわよ。ちょっと内容を書き出してみましょうか。あの奥さんも愚鈍よね。私たちのことに全然気づいてないなんて。早くあんなババアと別れて私と一緒になりましょうよ。待ってくれ、俺に計画がある。慰謝料は払わずうまくあいつと離婚できるかもしれない。お前、いつそれを。あなたと新人ちゃんが仲睦まじく給湯室に一緒になって入っていけば誰でも怪しいと気づくわよ。こういう時に夫婦一緒の会社って便利よね。おまけにあなた、新人ちゃんとの旅行費用経費で落としてるんでしょ。え、私もともと経理部にいたのよ。そんな情報一発で筒抜けなのよね。違う、俺は違う。あなたはいつだって脇が甘いのよ。この情報をあなたの上司に報告したらどうなるかしらね。やめて、もうやめて。さてと、ここで私には3つの選択肢があります。3つの選択肢。1つ目、あなたとの別居状態を続けること。2つ目は、2つ目、あなたと新人ちゃんに慰謝料を請求してあなたと晴れて離婚すること。あいつはまだ会社に入ったばっかなんだ。慰謝料請求だけは、それだけはやめてあげてくれ。あいつにはカードローンもあって。なら、あなたから全額請求するだけね。これが3つ目。婚姻期間が10年を越しているし、マックス300万は請求できるかしら。300万。もちろん、共同名義の口座からあなたが勝手に引き出した300万円、あれも返してもらうわよ。あなたは、300万を得るどころか、新たに300万の借金ができるってわけ。大変ね、課長さん。なあ。何？俺たちやり直さないか。こんな風にいがみ合うのはもうやめてさ、昔みたいに。何よ急に、気持ち悪いわね。俺たち幸いまだ別居してるってだけだしさ。まだ遅くないとでも言いたいわけ？もう降伏しちゃ、完全降伏。俺が悪かった。やっぱり長年連れ添った女房だわな。うん。今更遅いわよ。もう勘弁してくれよ。な。どうせ私は残飯ですから。あれはなしなし、脳幹。もう料理でも掃除でも何だってやっちゃう。あなたのクソまずい料理を私に食わせる気？新入社員とは別れるからやり直そう、頼む。冗談。あんたみたいなクソ男、あの女にくれてやるわ。な。こんな種なし親父、どうせすぐ捨てられるでしょうけどね。残飯はあなたよ。後日、
私は夫と正式に離婚した。夫は有責者として妻の私に300万円を支払うことが決まった。夫は社内での不貞行為がバレたことに加え、新人との旅行代金を経費で落としていたことが上司に知られ、地方のさびれた営業所に飛ばされた。夫は新人ちゃんからも、地位も財産もない課長なんて興味ないと言われ、あっさり振られてしまったらしい。夫はその後、泣かず飛ばずの人生を送っている。そして今、夫がかつて座っていた本社の課長席には、元妻の私が座っている。夫みたいなお荷物がいなくなり、ストレスも減り、経済状況も良くなって、今の私はとっても快適です。動画を最後まで見てくれてありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、ぜひグッドボタンを押して意見を教えてね。面白い動画をお届けしますので、チャンネル登録もぜひお願いします。